オープニングパンチ。イエーイ。あ、礼儀正しいな。今日はちょっとこう、礼儀正しいな。はい。ちょっと曲が合わないですね。さあ、合わない、いいじゃないですか、この軽快なテンポで。礼儀正しく、ね、礼儀正しく、はい。さあ、やってまいりました。今週もアイドルのステージ、早速はご紹介します。埼玉県にお住まいのペンネーム、榊原和夫君、どうもありがとう。おー、和夫、特選っていうのがいいですね。特選ですよ。てんてこ舞ってどんな舞ですか、教えてください。あ、てんてこ舞、よくてんてこ舞って言いますね。あ、ね、あの、すみません、これ待ってくださいって言うんでしょ、うん、どんな舞ですか、ぜひやってくださいっていう。俺2枚目で売ってるんで。はいはいはい。じゃあ2枚目のてんてこ舞ってどんな感じですか。こういうことできないです。できないです。すみません、本当に。あ、そうですか、ええ、じゃあこの場でいいですよ。もう絶対下ネタも言いませんしね、僕。絶対ごめんなさい、すみません。そういうのは強しの役柄なんで。本番になると変わります、変身しますね、彼は。俺はあのマッチョ的に売ってるんで。あ、マッチョですか。あの、てんてこ舞っていうのは筋肉質ですからね。こういう感じですね。そうですか。君までカッコつけんの。判決は、キンキーズ2枚目やから。あ、2枚目ですか、うん、マッチョ的に売ってるんで。本番になると変わるんだよな、この2人。いやいや、2枚目。さあ、行きましょう。おはいコーナー、はい、神奈川県横浜市のペンネーム DT の MH さんからいただきました。はい、はい、うん、ね、私がちょっと噂で聞いたのですが、はい、それは噂でしょ。噂っていうのが一番怖いですね。噂でちょっと聞いたのですが、それはきっと噂でした。キンキがデビューしたての頃、はい、デビューしたんですか。ああ、歌手デビューはしてます、ね、あの5年ぐらい前にもしてるんですけど、ね、あ、そうですか、はい、一回解散して、それで今活動、今、まあ、再結成。ありがとうございます。剛くんはもうすぐ解散するっていう噂があるまた2度目の、うん、あ、まず今度また再結成して。剛くんは辛いことがあると、仲が悪いんですよ。あ、仲が悪いですよ。はがき読喋ってるだけでもう、もうむしゃくしゃむしゃくしゃ仲悪い。嘘です。嘘。お互い目合わせて喋りませんからね、この2人。剛くんは辛いことがあると、光一くんの白馬を勝手に連れて行って、その白馬に乗って草原を駆け回ってるそうですね。あ、そう、本当ですか。それでもあの解散のきっかけ、これが本当だったら偉いこっちゃ。あ、普段乗りましたんですけどね、人のものを勝手にそうやって持ち出して。霞ヶ関のね、あの料金所でね、馬は走られへんって言ってね。それからあの止められた。いや、あのムカついてね、それであのお前が馬やからあかんねんっていうことで、一回あの5日間ぐらい山ごもりさせたんですよ。あ、馬ね、それで精神的ショックで。それは知らないんですね、光一は、ね、知らなくて、はい、で俺が馬を連れて帰ってこなかったがために、そうそう、光一が怒って、それが解散の理由になった。大事にしといてください。わかります。無断で持ち出さないようにしといて。恋はミスで
しい時間は若さの味方だよ君が欲しい君が欲しい両手に時代を抱きしめて君が欲しい君が欲しい他には何にもいらないよ君が欲しい君が欲しい